はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。牛顔の中級妖怪様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。4月2日 NHK スクランブルでも、4月8日メール党員様限定懇親会、どちらもよろしくお願いいたします。情報ありまして、NHK の管理職はスクランブルデモの存在知ってるそうです。平は分かんないけれども、元議員、私ですね、がやってることも知ってるみたいであります。で、60歳以上は安倍側が多い、もちろん高市側も、つまりパヨっているまあ当然ですね、出なければ危ないぞ総理大臣とか不愛想太郎なんて番組作んないもんね。これまでもですね、スクランブル放送という言葉が世間に知れ渡ることを恐れているって情報はありました。皆様のご支援のおかげでですね、今日から YouTube 広告出せました。デモありますから来てください。スクランブル放送っていうのの認知度上がってですね、 NHK 内部のストレスになればいいなははははと、根性がとてもねじ曲がっている私は思っております。キーウにて岸田総理ゼレンスキー大統領会談&共同声明、中身はですね、ロシアの核兵器恫喝を許さないぞ、40億円分の兵装品を支援する、これ殺傷能力のあるミサイルだの鉄砲だのを除く兵装品だから、なんでしょうね、服とかレーションとかそんなもんかな、ヘルメットとか。ゼレンスキー、国際秩序に対する投資をありがとうと、いうことでね、共同通信ほぼリアルタイムで岸田首相が乗ったとみられる列車キーウ出発、他のテレビもですね、現在ブチャを視察中、狙ってほしいんだな、一般反応です。ここだ、ほれほれここだぞと、線路にいろいろ仕掛けられなくてよかったな。キーウ駅前にゴミマス集合、バカすぎる、なんでこんな情報出てくんだよ、本当に戦争中なのか。セキュリティ意識ゼロの無能政府、日本は情報ダダ漏れを世界に証明、恥かきましたな。電撃帰宅でね、戦時だから仕方ないっつって兵器送って前例作りと実践テストやりゃよかったのにな。岸田総理ことなかれの権限はしょうもないな。リアルタイム報道はゴミマスの悪意でなくて、総理と総理周辺のお花畑のせいかな。小西博之、永田町界隈はみんな知ってましたよ。俺は知ってた全員のマウンティングかましておりました。こいつどんだけ褒められたいんだろうね。なんか自己承認欲求が強すぎませんかね。誰も褒めてくんねえから、褒められたいのかな、それともな。小西って結婚してねんですかね、奥さんいるんですかね。こういう男にマウンティングばっかしてくる、しかもバカで、結婚一緒に入れる女性いるんだろうかな、ちょっとわかんないですけど、だが小西ですら知ってたっていうことは、内閣支持率上げるためにですね、危険性よりアピール、仕事してますよ、やってますかを優先して、意図的に情報を漏らして、テレビ報道してもらったのかなーいうのかもしれません。もしくは自分は大丈夫、うちの子に限ってとか、うちの旦那に限ってとかいうですね、正常性バイアスって呼ばれるものが異常にねじ曲がってんのかなーって思ったりね。これね、岸田総理はその自分の命かけて、意図的にですね、居場所をリークして、岸田総理がどうにかなっちゃったら自業自得ですけど、一緒にいる可能性が高いゼレンスキー大統領に被害やっちゃったら、たまったもんじゃねえね。これは自分のことばっか考えてねえで、外交なんだから他のことも考えらんねえのかなって思ったりなんかして、岸田総理はいくらでも変わりいますけれどもね総理なんかあった時は
官房長官が代行する決まりだそうであります。松野官房長官が臨時総理ってなって、まあ、新たに総裁選挙ってなるんでしょうね。22日、松本総務大臣、ガス長男接待事件では、元検事など外部有識者委員会を設置して調べたが、小西文書でそれやるつもりはありませんと発表。明らかに臭いものに蓋にかかってますね。一般判断です。あー逃げやがった。白黒つけない方が都合いいんだろうな。捏造だと確定させることは避けたいんだろう。捏造確定で処分しないといけない官僚が大量にいるんだろう。誰が小西に渡したんだ。捕まえろ。流出に関しては地検特捜部の出番。いくらですね、外部に委員会作んねつっても、警察流出調べてほしいな。いいけど総務省はまず高市さんに謝る。総務省の公式回答はですね、関係者の記憶が曖昧、作成者不明と作成日時不明が過半数、事実と異なる部分多数、正確とは言えない、放送法の解釈は昭和39年以来変わっていない、これにはですね、時事通信も諦めたみたいでですね、記事、書いておりました。放送法の解釈変更があったかどうかでなく、文書が正確か否かが論点になっちゃってて迷走しとるわ。小西なんかもう潔く辞職すべき。今さら正確性の議論なんかしてはいけない、めちゃくちゃ言ってるわと書いておりました。一般判断です。いつものことだが頭がおかしい。大臣をなんだと思ってんだろ。めちゃくちゃ言い出したな小西。何でもいいからやめろって言ってんな。国会で嘘でもいいからなんていうやつだし、これ文書は正確でないっていう敗北宣言だろう。小西も中身が不正確と気がついたんだな。文書が事実であっても放送法の解釈変わってないって言ってんだから、高市さんに何の落ち度もない。文書が事実だとしても結果は伴わないですからね。報道介入したっつって最初騒いでたんだから、それがないんだ。解釈変更ないんだ。圧もなかった。って言うんだったら、無意味な文書ってことになりますもんね。正確だろうが不正確だろうが。なんで、今更文書の正確性を議論してはいけないんだっていう話ですよね。内容が不正確だって白状してんでは、何でもいいから高市やめろってめちゃくちゃ言ってんだけど、小西ならこんなもんかな。池田信夫さんと小西やり合ってました。立民との執行部にもう一度警告するが、これは小西個人の問題ではなく、国家公務員法違反を放置している泉代表以下の党執行部の責任問題だ。小西、池田氏には最大限の法的措置を検討します。違法とも言うべき脅しには屈しません。違法とも言うべき脅し。事実上違法とか、もやっとした曖昧な言葉で言ってんのかな。池田さん、機密漏洩で、小西と仲間を刑事告発しよっと。国会外の記者会見や SNS で秘密文書をばらまいた行為は公益性で免責されない。森裕子事件の判決を読んでみろと。一般の判断です。刑事告発応援します。クラファンやってください。いいぞ。どんどん暴走しろ。相変わらず訴えてやるで、恫喝してんな。最大限の法的措置という頭の悪い言葉。こんな無理筋で騒いで、そら立憲の支持率上がんないわ。国会発言批判で名誉毀損になるわけねえだろ。バカかこいつ。公人、国会での発言、批判して名誉毀損になるわけないですよね。議員の国会の中での発言、だって、責任取んなくていいんだから、私は懲罰委員会にかけられましたけどもね、無理やりね。今思えば、逆らえば殺されんだって、共産党が権力持ったら全部よこせって言ってくんだ。それに逆らったら殺されんだ。懲罰委員会かけた連中もですね、可能だったら私をやりたかったんでしょう。そのものじゃん。自ら証明してんですよね。
試験なんですけど、あの、あ、早く刑事告発してほしいですね、あの、機密漏洩でね。機密漏洩は申告罪じゃないんだから、警察はあの言われなくても告発されなくても動けよな。もうあの水面下で動いていくかもしれないですけれども、現役の参議院議員取れたら大手柄ですもんね。ガーシーに続く大手柄。違法とも言うべき脅しに屈することなく。なんて小西言っちゃってますけど、小西が先に脅してんじゃんね。最大限の法的措置とか言っちゃってね。足立康氏もそうなんですけど、小西もあの、すぐ批判をね、訴える言ってね。訴えないのは、多分弁護士にですね、無理って言われたからじゃないかな。気に入らないから、起訴できませんもんね。提訴できませんもんね。足立は靴沢を訴えるって話はどうなったんでしょうね。知りたいな。足立のくせに生意気だな、私に逆らって、思いますけれどもね。というわけで、4月2日でも、4月8日懇親会、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。